弁護士資格も剥奪されてる女ですよ。海外に逃亡したはずですよね。死んじゃダメ。法律事務所始めてみませんか。この人痴漢です。いや俺はやってないんだって。見込み利益は300億円。後ろであの高梨翔子が糸を引いていたんです。被告人を次の駅に行かせてあげましょう。リーガルブイ